柳屋さんのすけの豆さんを鍛える場所ポッドキャスティングバー、皆さんこんにちは、柳屋さんのすけでございます。やっぱ喋ったもんサクサク取れるよ。そう、本当そう思うよ。まあね、あの、うん、もうコントロールできない場合が多々ですからね。たくさんいるとね。お客さんもね、2人で喋ってる方がこう話題が整理しやすいと思う。うん、あんなにみんなでガチャガチャ喋る、ね。なんだかわかんないですけどね。うん、だから結局ね、あのゼロか100かみたいになっちゃいます、うん、ね。あのホームランは打てるけど三振も多い、ね。そうそう。大勢いると私なんか喋んないもん。喋、うん、るとぐちゃぐちゃになるから聞き役で ね。主張しないっていう、ねね、うん。ただ終わらせるっていうだけ。早く終わらせようっていう役割になっちゃう。後半あの時計見ながらね、具体性なんかして、うん。そうなんですよ。まあ今回も2人でまったりと。あの酔っ払ってませんからね、そうそう、今日は昼間ですからね、はいはい、で今日11月2日、うん、そうです、2日の更新でございま す、ね、今日でね、うん、明日がね、祝日とねぶつかるんでね、文化の日、あのお店も落語会もお休みでございまして、じゃあ歌謡会お休み で、はい、で実は今日月曜日も臨時休業。そうなんです、ちょっと ねあのここ連休でね、うん、で月曜日空いてて落語会も入ってなかったので、うん、ちょっとここら辺あのお店をね、うん、あのいろいろとこう内部を変えたりなんかしました、うん、在庫の整理とか。あ、そうなんだ。じゃあ青くんは休めるわけじゃないんだ。まあお店には来てますけどね。ゆっくりしてもらいたいよ、そろそろ疲れが溜まってんじゃない。夜はね、うん、あの鹿芝居に行きます。あ、そうなんだ、はい、精力的ですな。あのね、ほらやってんじゃないですか、文在門師匠、うん、やってる。あ、そっちの鹿芝居ね。そうです、うん、芭蕉師匠のはね、うん、もうしょっちゅう見てます。そうです、しばらくこう見る機会がなかったんで、うん、まあ、たまたまね、うん、あの落語カフェ何もなかったので、森さんというね、こういろいろ、ね、うん、森さんね、あの やってる方がね、うん、あのいつもお世話になってるんで、うん、招待してたんです、ね、新作の会なんかやったりとかね、可愛らしい方です、可愛らしい方ね、森さんどうもありがとうございます。森さんありがとうございます。私にも招待券ください。よくわかんない言ってますけれども。いや、あんた楽屋すっと行けば行きゃいいんだね。ただ楽屋行くと見れないからね。で、鹿芝居っていうのはやっぱ見ないとね。そうなんだ、ね、あの話だったら聞いてるって言うのもまたそれで面白いですけどね、うん、ああいうのはね、だから落語は僕らはもう前から見るってことはないんだけど、そういうね楽しい会はちょっと俺も前回ってみたいななんて思ったりもするんですけど、うん、そうなんですよ。まああれですよ、三之助くんの兄弟子が出てましたよ。お、何だったっけな、あれをやった時、V シモというね、柳屋一騎師匠、お役者様だからね、でね、またね、あのね、佐野土のおかみさんやってるんですけどね、ズラ、うん、でメガネなんですよ。で、あの体裁でしょ、もう出落ちで大爆笑なんですけど、普通にやってんのなんか意地悪ばあさんみたいな、ね、そう、それでね、うまいのそうだ、やっぱり慣れてるから、舞台慣れしてるからね、そうそう、うまいんですよ。だから余計面白いんですよね、普通に淡々とやってました。面白いな、俺もそういうの見に行ってみたいと本当に思っておりますが、さて、はい、前回に引き続いて、はい、今回はね、やっぱり神保町トークで進めていきたいと思うんですが、ええ、ちらっとね、はい、先週この界隈が中華街だってね、はい、そんな話が出たじゃないですか。そうなんです、昔ねここね、うん、でも中学の留学生がたくさんいらっしゃったみたいで、うんうん、ここら辺中華街の様を呈してたんですね。だから実はね、今日私昼間ここへ来る前に、はい、やっぱり中華屋さんに入ったの、近所の美味しい陽子港っていうところ、陽子港飯店でしょ、陽子港でした、うん、なんかありますね。で、やっぱりすずらん通りの中、うん、そうそう、うん、それでその周り本当にさ、ちょこ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 町、うん、の中華屋さんっていうよりは、はい、ちゃんとした中華料理屋さんっていうのがあるんですよ、が多いっていう印象ですよね。でね、うん、何しろね、こう戦前からね、うん、もうたくさん学校がとにかくあるでしょ、この辺り、うんうんうん、ちょっと足を伸ばせば東大があって、うん、で近くでも日大ね、うん、それから明治、うん、東京電機大学で、東京理科大学、中央大学もこの辺にありましたから、もうとにかく学生がたくさんいる、うん、でそこに来てる留学生が多くて、で例えばね、観葉楼っていうお店があるんですよ。観、うん、はね、漢字の観ね、うん、で陽はお日様の太陽のようです、うん、で楼はあれですね、
柳家権太郎師匠の牢ですね、牢閣の牢、うん、であのこの寛容牢なんていうところは、うん、あのしばらくねちょっと政治的に難しかったって言ってないんですけど、最近明らかにしたのは実は孫文が、うん、孫文じゃない、周恩来だ、周恩来がずっと通っていた店ということで、で実際に、ね、で先々代と一緒に撮った写真とかね、周恩来が厨房の中入ってきてなんかね、あの盗み食いしてる写真とかなんかあったりするらしいですよ。だそういうね実はあの深い、ね、関わりがあって中国と、でね、でここの特徴はとしてはですね、上海料理が多いんですよ。ああそうだね、でね日本でもね上海料理ってそんなにメジャーじゃないんですけど、これはねやっぱ四川とかなんとかって言ったね、そう、うん、関東とかね、食は関東にあるよって言ってますけどね、広州とかなんとか、ね、そうでね、でも上海の中のネイハ、ネイハっていうね丁寧のネイに何、でね、あネイハってとこね、ネイハ、はい、でネイハ料理がのネイハの出身者がここにたくさんいたみたいなんですね、なのでネイハ料理の店がすごく多い、で例えば、まあ、あのヨスコもそうでしょうし、あとは、新世界祭館、その向こう側だ、靖国通りの、まあ、靖国通りの向こう側のあれです、あの古書センターのちょうど対面のビルですね、でそこもやっぱりそうですし、隣には、落語カフェがある古書センターの隣は上海朝市っていう、やっぱりね上海のネイハ料理の店ですね、でその新世界の並びには環境飯店、環境主家でしたっけ、そこもやっぱり上海って、で多くて美味しいです、でね、あのねこれね、お伝えしなければいけないですね、この私もあのナビブラ神保町っていうねタウンサイトのライターやってますから、まあ、詳しいんですけど、これあの新世界祭館はね実はね上海ガニでねめちゃめちゃ有名な店なんです。あ今だって上海ガニシーズン入ってるでしょ、入ってますよ、それで ね、もうとにかくね10月とかなんかねもう店内が真っ赤に染まるぐらい、カニで染まるぐらいね、上海ガニがたくさん、でねなぜかっていうとね新世界をね輸入元もやってるんです、上海入れて入れるんだ、そうだから向こうから入れて、だからもう漁船とちょくちょくで契約してるんですね、今偽物が多いっていうもんね、あそうですか、結構ね、あのだからちゃんと上海ガニっていう、ブランドを守るためにね、なんかちゃんとこう厳格にやってるらしいですよ、なのでね、あのまあとりあえずあの行ったらね上海ガニの季節はね、行ったらね安いですよ、俺あれが好きなんだよね、酔っ払いガニ、酔っ払いガニね、お酒につけてる、あれがチューチュー食べるのが大好きでね、そうだね、ちょっとここら辺はね中華料理はねなかなか、でまたねあの町場の中華屋さんっぽいねものもありまして、これがね餃子屋っていうのがあるんですよ、神田餃子屋、もう僕もこの餃子屋で育ったようなもんですからね、子供の頃からたくさん食べてて、でそれがねあの僕同級生の森部君って言うんですけど、で森部君には兄弟がたくさんいてね、お兄さんもいて弟もいて、お姉さんも妹もっていう全員いる真ん中のやつが僕の僕の同級生、家族が多いのね、とにかく、なんだか分かんないんですけどね、あの分かんないぐらいたくさんいるんですけど、その森部君がやってるね餃子屋が、ある時にやっぱり餃子でもっとね、あのマニアックな店を出したいと、餃子にこうでつきましてはちょっとね、あのこんなところで研究したいって言うんでね、しばらくねあるものはねうちの宇都宮に行って餃子を食べまくり、あるものはあの鹿児島だか九州だかの農家に行って豚のね飼育してるところを 見に行ったり、肉を探しに、であるものは高原キャベツとか高原野菜を探しに、群馬とかね、ああいうところに行ったりね、いろいろで研究重ねて結果、あの新しいブランドで天候餃子棒って、私は天候というのは天はまあ天下の天ですね、お天気の天、孔はね大鳥というような字ですね、孔の池の孔ですね、江戸の絵に鳥ですか、で餃子棒、これがねここら辺で何店舗かあるんですけど、あの餃子で、ね、まあ、常にあのなんかの雑誌で餃子特集になると、もう、まあ、ベスト5に入るぐらいの、家族が多くてよかったね、あっちこっちに、そう一人でやるの大変だ、一人だとね、3倍か4倍かかってますからねそうだね、あれかな、その神保町六ヶ瀬店のちょっと行ったところにもある、あります今日ちょっと前通ったかもしれない、あのお蕎麦屋さんの2階かなんかにもありますよ、あった、あそこからいつもね、あの歌謡会あたりで打ち上げで、で飲むよっていう時はね、あそこから買ってきたりなんかしてね、そういうこともあります、いや、やっぱり中華もそうなんだけれども、俺はほらこの落語カフェをさ、こう立ち上げようって言うんでここでいっぱい打ち合わせをしたりしたじゃない、しましたな、そうすると、その後じゃあ飯でもっつって青木くんがね、どっかへ連れてってくれると、それも神保町だよね、で俺行くとこさ、
いい店が多いなって、青木くんがねそういうとこが好きだとか、そのなんていうのこうアンテナ張ってるってのもあるんだろうけれども、この一つ神保町って町にねやたらうまいものがあるじゃないかって、それもなんかねなんていうかな大人の食い物っていうかな、うん、そういうことをとても感じたんですよ。よくぞ言ってくれました。なんか中学から区議かなんか出るんじゃないかと思うぐらいのね、いやいやいや名誉区民になってもいい、名誉区民になってもらいたいんですけどね、うん、あのねやっぱりねここら辺はね特徴としてはね、うん、あのいろんな店があるで、うん、なぜこういろんな店があるかというと、まずね、うん、学生街であるってこと、うん、学生街であるから安くてうまくてボリュームのある店がないと、うん、あの続かないですね、うん、でもう一つ学生街であるからおしゃれな店も多いです。お女子学生がいますから、ね、ちょっとあのカフェで素敵な、ねランチができたり、お茶ができたりっていうような、ねうん、カフェがいくつもありますよ、うん、で反面ねこうビジネス街でもありますから、うんだからね大人が飲むような店も多いですし、うん、大人が飯食ってこれうまいねっていうような、店も多いです、うん、で喫茶店でも親父犬が行く喫茶店があるわけですよ。サボールとかね、うん、ああいう ねで出版社が多いですから、いろんなところにもうね外で食べてるね海鮮山鮮がいますからね、うん、ちょっとまずいと流行んなかったかもしれない、うんね、ちょっとやっぱりねレベルが高い感じがするんです。そうですそうです。それでね私はね、うん、よくほらバーに行くでしょ、うん、でバーに行くとね、うん、この辺で美味しい店ありませんかって聞くとよく教えてくれるんですよ、うん、それからねこの辺にもっといいもっとって言ったらいい、うん、違うんですけどこの辺にもう一軒飲みに行くバーありませんかね、うん、って言うとやっぱり親切に教えてくれるの。そう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 、例えばお寿司屋さん入ってね、うん、この辺にうまい寿司ありますかって引っ張られるじゃないですか、うん、寿司食いながら喧嘩売ってんのかこれやろって、ね、やっぱりさこの神保町でここでこうカフェをやってて、うん、落語会をやってて、うん、でもちろん歌謡会なんか打ち上げもあったりするんで、うん、その後楽しく飲めるんだけども、うん、お帰りになる方もとても多いでしょ、うん、そうそう、なんかこの辺でちょっと美味しいものでも食べて帰るっていうのは僕はいいと思うんですよ。いいですね。で今日はまあ中華料理の話がいくつか出たんだけれども、次回はですねこれまだ引っ張りますよ、はい、引っ張り次回はその中華の他にですね僕も何度か連れてってもらってる青くんおすすめのお店のことをちょっと紹介してもらって、はいね、ここへ来てくださってるお客さん の, そのグルメガイドじゃないけ ど,、なるほど、帰りにちょっと寄ってもらいたいというお店を、はい、紹介していただこうかなと思っております、はい、っていううちにちょうど10分超えてますから、はい、いいですね、いい塩梅に。じゃあちょっと、ね、中華の会整理しますと、うん、まず、古書センター、うん、私たちを中心にですね隣にね上海朝市、うん、これが、ね、表通りですね、表通りですね、はい、上海朝市はね、はい、ね平べったい麺のね担々麺がこれ美味しいです。であと餃子も美味しい、うんでここはね天津の職人を中国でいいのをね連れてきてね、うん、向こうで大会でねなんかないないっていう、うん、連れてきてますからねこれは美味しいです。なんか店構えがこう綺麗で入りやすい印象がありますね。で で、うん、比較的敷居が高い店じゃないですからね、うんうんうん、でラーメンだけの人もいますし、うん、であとねうまいのがねシューマイ、これがうまいっすよシューマイで。ねランチがね、うん、ここがね祝日とか分かんないですけど日曜とかは、うん僕が行くのは平日なので、うん、なんですが店内で食べるとね、1000円、うん、でお持ち帰りだと800円で、ね、食べ放題なんですよ。お持ち帰りは食べ放題じゃないんですけど、うん、いや全部食べ放題、ね、バイキングやってるんですよ。あ昼間でここでねシューマイ僕ね最高16個食ったことあります。そんなに食わなかったって。そうでその後取材とかに行ったんですけど、うん、行く先々でシューマイ食べたなって言われあの ね, なんかねハンバーグとかシューマイとかメンチとか、ね、あの類のものはね、うん、すごいよね。そうでその後ゲップでもしようもんなら自分でもう悶絶しそうになるでしょ。本当申し訳ないけど電車でゲップしたらみんなこっち見てましたからね。みんなね頭の中に、ね、漫画の吹き出しみたいに出てました。シュウマイ食べたなシュウマイ食べたなシュウマイだなって、うん、いいね。そういう感じ。それがその表通りのお店、はい上海朝市でその対面にですね、うん、並びにね新世界菜館、うん、なんかこう、高そうな雰囲気の。そうそうそう、うん、ここがね、まあ、非常にいいとこなんですけども、さっきの上海街で言えば、はいはい、ここがねここら辺 の, 中華街の中華街というか中華料理の一応元締め的な代表店だね。フーさんという方、うん、看板だね、うん、いい人でね、うん、でこういろんなことを教えてくれますね。で行くと紹興酒も美味しいですよ、はい、でねその並びに環境飯店、環境酒家かな、ちょっと分かんないですけど、はい、で缶はね缶感じるという字のね漢に似てるような字なんですけどもね、うん、威力の意みたいな、なんつかれるのかな、説明しにくいね。説明しにくい。で今日はね鍋豚に口に子供の子っていうんですね、うん、純っていう字の三髄がないやつ、ね、おー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 ね、
うん、で環境でここはね、中華おこげがね美味しいですね。で前通ったらそういえばね、今日上海ガキの看板で、はい、出てましたから、まあこれが放送してる時にやってればいいですけどね。まあそれでね、ここら辺はそういうのがありますね。でね、環境、隣の上海人もね、あの落語カフェ終わって、落語会が終わって9時台に終わってれば、なんか最後、まあ、ラストオーダー近いかもしれないんですけど、うん、ちょっと 食べに行くことはできますね。でそれそうでもなければ、さっきね、あのちょっとお話には出なかったんですけれども、今度はね、すずらん通りっていうあのさっきの新世界の方に向かっていきますと、はいはい、白山通り沿いのね神保町交差点から水道橋と反対の方にちょっと歩いたところで、三公園っていうね、これはあの中華料理屋さんがあります。ここは非常に庶民的な店で、いわゆるラーメン屋さんっぽいんですけど、ここもなかなか美味しいんです。でここがね一番遅くまでやってる店ですね。で落語カフェ終わって、あの話し家さんがご飯食べたり打ち上がってたりするパターンも多いですよ。なるほどね、結構ありますね、ありますあります、その他にも神保町は美味しい中華屋さんがいっぱいありますありますね、寛容路もありますね、で今の話聞いて、はい、なんだか分かんない人は、はい、ボンディに行けばいいボンディです、はい、とにかくボンディを中心に回ってください。ボンディの中心でカレーを食べてください。食べるそうですか。まあまあいろいろ結構最後はインフォメーションが熱くなりましたが、そうですよ、これはね、なんかあのいかにもなんか、宣伝を頼まれてるみたい、頼まれてるみたいな、もう一切何ももらってませんから、ね、青くん自分の足で歩いて食べた情報ですから、そうですよ、で、あのね正直あのこう何ですか、あのまずいと思った店の名前は一切出してませんからね、あともう一つ言わなきゃ、こうあのねサボールのね、近く、白山通りからね、白山通りと靖国通りの交差点から、まあ、ちょっと近いんですけど、靖国通りから1本入ったところで、あのね徳満殿っていう店があるんですよ。徳満殿、徳はね、徳川の徳ね、で満はあの満ですね、難しい満です、麻雀のよろずって麻雀の E1 レア満とかの満ですね、で電話とのですね徳満殿、ここのね大盛りチャーハンがでかい大盛りチャーハンでかい、普通のチャーハンが大盛りぐらいですか、これ僕ね食べられませんから本当に本当青くんが降参しちゃうの、そう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 、それはよっぽど大盛りだ、この前ね、あそこでね、なんかチャーハンが食ってたわけですよ、また、そしたらね、徳満殿で僕がそれでね隣の人がね、カップルが座ったんですよ、で、大盛りチャーハンって言ったんですよ、でそしたら、あ俺たちあれかと、2人で分けて食うのかなと思ったら、大盛りチャーハンと、大盛り、中華丼と、お腹空いてる私なんて大盛り中華丼と、大盛り焼きそば頼んでたんですね、もう死にたいのかこいつらはと思うような、知らないんだなと思って、で僕食べてる途中に来たら大盛りチャーハン見た瞬間に、いやこれ大盛りすいません今作ってますか焼きそばなんか涙ぐんでました。そうだそうだ、で次々と出てきて、ぐったりしてましたね、だそのぐらいね、じゃあもうあれだ、朝から何も食わないで仕事して、それで海洋会に来ちゃったって人にはおすすめだ、そうでね、あとね、ね、味がうまいですから、何しろうまいですから、であのこういっぱい食べたいなっていう人は、もうここであの大盛りチャーハンなんか食っていただければね、そういう頼もしい人はぜひ行っていただきたいので、徳満殿、徳満殿、これも若い男性にはおすすめです、特にね、そうですね、はい、いやもう盛りだくさんでしたな、いや次回はじゃあね、あれなんです、その中華以外のね、ちょっといい店を紹介してもらいたいんですが、平井一口メモがないんですよね。あ、平井一口メモね。だんだんね、平井ね、平井は中華屋ないの？平井はね、中華屋ねあるんですけれどもね、これ言っていいんですかね。あ、もう今なくなってしまった店だからいいですね。あ、言ってください。あのね、弥生亭っていうね、ラーメン屋さんがあったんですよ。これね、普段はね、なんてことない、本当にね、汚いラーメン屋さんなんですけれども、あのね、おじさんがね、年々腰が悪くて、ね、どんどん曲がってきちゃいまして、で最終的にね、カウンターから見えないんですよ。ずっとお辞儀してる。もうじゃあだからもう腰が鋭角になっちゃってるんですよ。90度よりもね。それでね、入ってきて誰もいないなと思って、とりあえず座ると見えない角度からお部屋がターンってこう。そう、頭越しにこう出てくる。そう出てくるんですよ。だからびっくりしてね。だから無人ラーメンみたいな。
そういうね、いややっぱ平井はワンダーランドだな。そうそう、それでね、でまたその店が面白いのが、うん、夜になると、まあ、あの人が増えて厨房も増えるんですけど、うんうん、お客さんバーって来てね、うん、満員の時はね、うん、になるとなぜかねカウンターにね小さいゴキブリがダーッと走るんですよ満員の時に限って、そうするとねみんなものすごい勢いで食うじゃないですか急げそんなもん出ちゃったから、うん、うわーっと思って食って、うんうん、でもう食わないで残してこうササンって出てくるやつも、うん、そうすると次のやつが来て座れるわけですよ回転が良くなる。だからじゃあお膝送り役なんだね。そうそうそう、勝ってんじゃねえかっていう話でしたね、うん、よく仕込んであって、そう今週の平井の一口目のコーナーを聞いていただいたところで、はい、来週また楽しみにしていただこうというね、はい、それじゃあまた来週ありがとうございました